黒い画面に白い字で、タイトル、グスコーブドリの伝記。文字のあちこちに小さな穴が開いている。演出、宮城聡。作、宮沢賢治。脚本、山崎直子ら。ドラマトゥルク、西川康則。音楽、田中は弘子。舞台中央に木枠だけでできた巨大な箱のようなもの。上から見るとひし形。箱の後ろには演奏隊が並んでいる。木枠は全部で12個。屏風のように横に連なっている。一つの木枠の高さは3メートル。幅は3から4メートル。現在は箱の形、森の木が差し込まれている。舞台装置や小道具の色は白で統一されている。白い服の4人が出てくる。ロングコートにハット、それぞれ箱の角へ立ち、木枠に手をかける。青白い光の中、白服が木枠を変形させていく。上から見ると数字の6を描くような形になる。6の丸い部分は立方体、暗転。立方体の内側にグスコーブドリと練り、グスコーブドリ役は人間、他の役は人形。白服が人形を後ろから操る。白服は俳優で人形のセリフをしゃべる。人形には操る俳優の顔が印刷されている。グスコーブドリはシャツにサスペンダーで釣ったズボン、練りは赤いワンピースを着た女の子。何の花を見よう。グスコーブドリ、空き缶に入れてみよう。練り、演奏隊による効果音のコーラス。焚き火の上で空き缶が揺れる音。楽しい。中身をかき混ぜるグスコーブドリ。隣で見守るネリ。白服の顔はハットから垂れたベールに隠れている。グスコーブドリがハッとして顔を上げる。手を動かし続ける。Thank you.
父クスコウナドリがやってくる。ナドリ、はい、お父さん。ネリ、はい、お父さん。何をして遊んでいる？蘭の花を煮ていたんです。スープみたいになりますから。ほら、花がこんなにくったりとなって。ああ、ままごと。これはままごとだったのか。兄さんに遊んでもらっているんだな。よかったな、ネリ。いや、私が遊んであげているんだ。妹に遊んでもらう兄がいるもんかい。ここにいますよ。決して僕は妹のために蘭の花を煮ていたわけではないのです。煮ると僕が楽しくなるから、どんどん煮ていたのです。そうでしょ。自分も楽しいから煮ていたんでしょ。楽しいのはよかったな。ええ、次はもっと楽しくなるようなことをしよう。鳥の真似をしよう。吊るされた看板。まあ、格好取りにかわいそうなことを書いたの。サリ、いいじゃないか。いいけども。グスコーブドリ。はい、お母さん。ネリ、はい、お母さん。兄弟仲良く遊んでいた。遊びました。二人は仲良く遊んでいた。私は良い木を切ったよ、サリ。君は麦をまけたかい？まいた、たくさんまいた。秋が楽しみだ。しかし、今年の春はちょっとおかしいな。太陽の色が変に白い。花の咲くのが遅い。本当心配だ。けどとにかくもう夕方だ。夕ご飯を食べないとスープを作るよ。蘭の花のスープ？おかしなことを言う子だね。蘭の花なんか食べられないよ。そういうものでお腹がいっぱいになる国だってあるんだ。透き通った本当の食べ物で腹が満ちるんだ。このイーハトーブはそういう国じゃないよ。鬼座や麦や肉を食べなければ生きていけない。暗闇で太陽が光る。5月になったというのに拳の花が咲かない。みぞれがぐしゃぐしゃ降る。僕は9歳になったぞ。私は6つ。もっと大きくなれ。大きくなれ。もう7月なのに麦が育っていない。短くて粒の入らない白い穂しかできない。わかったよ、サリ。私が町へ大きな木を売りに行ってくるよ。その金で小麦粉を買ってこよう。10月だというのに栗の実が青いままだ。空っぽの稲荷ばかりだ。みんなが普段食べる一番大切なもの、オリザ、一粒もできていない。これが一番の打撃だ。沼畑の農民たちが泣いている。オリザ、僕も作りたい。オリザ、作れないの？ほら、ここからの景色の下の方にいつも見えているのが沼畑だ。あそこでオリザが育つ。オリザ作りは大変だ。沼畑はお日様に左右される。た
ただいま。外はもうすっかり春だよ。大豆とキビの粒を持って帰ってきたよ。ありがとう。小麦粉はない。ただいま。外は暑いよ。真夏だ。今日はどうも何にも手に入らなかったんだ。棚にわらびの根と木の皮が少しだけある。秋だ。しかし織沢一つも取れない。ああ、本当に飢饉になったのだ。今イーハトーブではどこでも食べ物が不足している。去っていくナドリ。お父さん帰ってこないね。もう真っ暗だ。お父さんを探しに行こう。行こう。家の中を明るくするんだ。サリが焚き木に火をつける。手を伸ばす。ブドリが焚き木に火をつける。キビとコナラの実と松の皮がある。これを舐めて過ごそう。舐めよう。こんにちは。こんにちは。男がやってくる。後ろの白服はカゴを背負っている。こんにちは。誰かいるかい？どなた？俺はこの地方の飢饉を助けに来たものだ。お前たちお腹が空いているだろう。いいものをやろう。パンだよ。どなた？さあ食べる。腹が減っているだろう。パンだよ。食べるんだ。ブドリが男からパンを受け取る。二つにちぎり大きい方をネリに渡す。一口かじる。パンだ、パンだ。いい子だな。お前たちは本当にいい子たちだ。でもいい子ってだけじゃこの先食っていけない。俺と一緒においで。一緒に？とはいえ男の子は強いもんだ。俺も二人は連れていけない。おい女の子、俺と一緒に町へ行こう。毎日パンを食べさせてやるよ。わあ、もっとたくさんのパンか。おお、ほいほい、おお、ほいほい。カゴにレリが入れられている。怖がるんじゃないよ。俺は一応優しくするつもりなんだから。わーわーわー。妹というのは
ち尽くすブドリ、男がネリを連れ去っていく、光り輝く太陽。暗転。青白い光の中、白服たちがやってくる。木枠を動かし変形。上から見ると渦を巻いているような形になる。中心は四角い箱状。木枠の内側に立つブドリ。のいい工場主がやってくる。まだお前は飢饉のつもりかい。さあ、テグスを育てるぞ。私を手伝う気はないかい。もう飢饉は過ぎたの？おじさん、どなた？手伝うって何を手伝うの？網をかける。どこにかけるの？この栗の木に網をかける。この栗の木は僕たちのものだ。もう違うんだよ。私が森を買い占めたんだ。森もこのうちも栗の木も今やすべて私のものなんだ。この辺り一体金で手に入れたんだよ。わかんないな。お父さんがあそこに看板をぶら下げているのに。表札をつけたのかい？看板だよ。格好取り通るべからず。いや、こんな看板では所有を示すことはできないな。所有わかんないな。私を手伝うか手伝わないか。手伝わないなら他へ行ってもらうしかないな。他へ行ったら食うものはなかなか見つからないだろうよ。網をかけてどうするの？テグスを飼うのさ。テグスって何？テグスというのはこの虫のことだ。工場主が蚕のような虫を見せる。こいつは大人になる途中で繭を。この繭から糸を紡ぐんだ。この虫なら見たことがある。でも僕のお父さんはテグスとは呼んでいないよ。違う名前で呼んでいる。お前のお父さんは変わったお父さんだったんだな。この世界で通用している言葉ではない言葉を使っていたんじゃないか。普通のお父さんだよ。普通とは何だろうな。何だろう。ここはサイエンスフィクションの世界だからな。ここにあるのは普通は普通でもサイエンスフィクションの世界の普通だよ。こいつはテグスだ。うん。テグスは栗の木の葉っぱを食べ、そして繭を作る。葉っぱを食べやすいように繭を作りやすいように網をかけてやるのさ。マリを投げれば網がかかる。本当にそれでテグスが飼えるの？飼えるかどうか疑うんじゃない。縁起でもないぞ。みんなでできると信じるから事業というものが成り立つんだ。現に我々はこれでご飯を食べている。そんなら手伝うよ。どうやるの？もちろん教えてやる。こうやるのか。暗転。同僚がやってくる。やるしかないよ。新入り。エプロンに長靴の作業着、木枠を掴んで登る。ブドリと共にマリを投げる。さあ子供、休憩だ。蒸しパンだよ。子供じゃない、グスコウブドリだ。鳥のグスコウナドリと麦育てのサリの息子だ。ネリの兄だ。知らないの？誰かの息子としか名乗れないようじゃ。まだまだだな。でも僕はお父さんからもお母さんからもネリからも遠く離れてしまった。よかったじゃねえか。物語ってのはそうやって始まるものさ。あの太っちょの親父のおかげで扉が開いたな。あいつは嫌なやつだが扉は開けて
糸の束が幕のように降りてくる。テグスが木に登っていく。テグスだらけだ。おお、栗の木に月光色の花が咲いたぞ。今にテグスも花のようになるぞ。おお、テグスも花のように膨らんだ。繭を作ったんだ。繭を鍋でグラングラン煮て糸を紡ぐんだ。工場主の服をつかむ。手帳を一つ僕に買ってほしいんだ。手帳なんてどうするんだ。メモをしたいんだ。考えたことを書き留めておきたいから。そうすればきっとテグスの育て方がもっとうまくなる。うん、ちょうど真新しいのがここにある。これでいいか。緑色の表紙の手帳を両手で持つ。ああ、僕はここで読んだり書いたりしていればいくらでも過ごせるぞ。ああ、入りました。今年も去年と同じようにテグスを買うぞ。えん、やるか。ブドリと同僚がマリを投げる。一人残されるブドリ。自由、自分で生きていく方法を考えるのか。僕はもう12歳だ。できるかもしれない。手帳を取り出す。僕の荷物はこの手帳だけだ。よし、この森を抜け、それから丘を下って、景色の下の方にいつも見えていたあの野原に降りてみよう。さようなら。さようなら。うまくやれよ。ブドリが木枠を飛び越え外に出る。手帳に引っ張られるように走り去る。暗転。青白い光の中、白服たちが木枠を動かす。中心の四角形を広げていく。上から見ると大きな一つの円を描くような形。ブドリがやってくる。円の内側を歩く。父さんが言っていた、みんなが普段食べる一番大切なもの、オリザ。ムッとするような匂いの花。
橋本を見る。男が走ってくる。顎に赤ひげ、板でできた馬に乗る。俺は山師っぽい農家を目指す。赤ひげ、山師っぽく沼畑を作る。オリダがたくさん収穫できるか、あるいは全く取れないか、賭け事だぞ。おじいさんがやってくる。やめとけ赤ひげ、地道に牛や鳥の草を使え。家畜の草ならただではないか。正体不明の肥料に大金を投入するなんてバカだ。賭け事と同じさ、かける勇気を持たないと大きな仕事は成し遂げられない。やめろ。いや、やめない。今年は例年の3倍も暑い夏になる。チャンスだぞ。3倍も暑いなら3年分のオリザを収穫してやる。やめろ。やるぞ。忙しくなるぞ。誰でもいいから手伝いを頼みたいな。馬の上で赤ひげが側転。お前ちょっと若すぎるな。グスコーブドリと申します。森で育って飢饉で一人ぼっちになりました。去年は手草を飼って暮らしたけれど、今年は火山の噴火でやめました。持っている手帳を見ある。文字が書けますし、動物の世話ができます。そうか、よしブドリ、お前に馬のさせとりを頼もう。よろしくお願いします。赤ひげはいつも年寄りの言うことに耳を貸さない。後で泣くぞ。おじいさんが立ち去る。ブドリが手ぬぐいでほっかむりをする。馬を引っ張る竿を持つ。沼畑には馬がもう2体。手帳をじっと見つめる。馬のさせ取りを終えるブドリ。足元の箱から布団を取り出す。布団を胸元まで引き寄せる。夢の中。まだ小さくて薄緑色だ。境目がはっきりわかるな。さらに育ったな。いや、これは大変だ。病気だ。頭が痛いんですか？俺じゃないよ。オリザが病気になったんだ。今年じゃない、来年のことを考えるんだ。来年こそ一山当ててやれ。
団に入ったブドリ。眠れないのか。目をつぶったらまぶたの裏に沼畑の景色がちらちらするんだろ。ブドリも農民めいてきたな。農民は一瞬だって作物のことを忘れられないものさ。僕は本当の農民になりたいです。今年は失敗だ。でも来年がある。ありましたぞ大目鳥。もーた折りたてくりを始めるぞ。去年は折りたがうまく育たなかった。だから今年は沼畑を去年より3分の1減らした。仕事がぐっと楽になるはずだ。その楽になった分の体で本を読め。死んだ息子の本がたくさん残っているんだ。一生懸命に勉強して折り座を育てる工夫をしてくれ。俺は字が読めないんだ。本当は俺が読みたかったんだが。読みました。その中でも空母大博士という人の書いた本がとても面白いのです。そうか。空母大博士がやっている学校がイーハ東部の市にあるらしくて、そこへ行ってみたいです。チャンスがあったかな。しかし今はない。はい。まずは沼畑を何とかしねえとな。肥料設計をするのです。ご存知のように肥料は多すぎても少なすぎてもいけません。きっちりしよう。それでは計算いたしましょう。あ、まず手帳を開く。黒い土を木の葉で蒸し焼きにすると良いようです。それから暗転。沼畑を駆け回る。くるくる回るブドリ。1年が経った。しかし今年は日照りだ。水がない。上流にも水が一滴もないようなのです。沼畑には霧が入ってしまった。沼畑に3体の馬。また1年が経った。今年も日照りだ。去年稼げなかったから今年は肥料も買えない。沼畑と馬を少し売って肥料代に変えよう。はい。馬を1体床へ倒す。ああ、また1年が経った。今年も日照りだ。肥料もない。はい。2体目の馬を床へ倒す。また1年が経った。ああ今年も日照りだ。はい。ブドリ。ブドリが3体目へ近づく。俺はもともとイーハ東部の大百姓だった。4年前はかなり稼いだ。でもこのところはたびたびの日照りでダメだ。馬を倒すブドリ。沼畑も馬も鳥も売った。もう売れるものがない。肥料を買う金が全くない。いや俺だけじゃない。肥料を買える農家なんてすでにイーハ東部に何軒もないんだ。俺はもうブドリに働いてもらった礼をすることができないんだよ。わかっています。それでもブドリはまだ18歳だな。働き盛りを俺のところで過ごさせるのはあまり気の毒だ。ブドリは本をたくさん読んでいるし、考え事を手帳にいろいろと書きつけている。きっとここではないところで自分に合った仕事を見つけられるんじゃないか。とはいえこの俺様が手ぶらの若者を放り出すなんてできねえ。少しだがこの金を持っていけ。それに新しい仕事を探すんならまずは見た目を大事にしなくちゃならん。この服を取り出す。ジャケットを着ていけ。辛いこともあったけれど僕はこの沼畑の仕事が好きになってしまいました。農民になろうってもう決めているんです。何にもいりません。ここの仕事を続けさせてください。いや、ひとまずは農民の仕事を諦めて他の道を探した方がいい。俺にはそんな道が全く見えないんだが、ブドリなら見つけられるんじゃないか。ブドリが頭を下げた姿勢で赤ひげのジャケットを受け取る。ありがとうございます。いけ。ブドリが駆け出す。立ち止まり振り向く。でも僕はきっと
用だ。手持ちのカードがゼロになっても何が起こるか分かんねえもんだ。緑の運を見つけてくれ。暗転、青白い光の中、白服たちがやってくる。大きな円を変形させる。端の部分から折りたたんでいき、三角柱を作る。三角形の部屋と三角形の部屋が隣り合ったような形になる。演奏隊に照明が当たり、白服たちによる演奏。向かって左からブドリがやってくる。丈の長いジャケットを羽織り、汽車に乗る。汽車の窓枠とともに移動する。赤ひげが大きく手を振って走り去る。ブドリが右の方へ進んでいく。明かりがつく。こんにちは。今授業中だよ、やかましいやつだ。用があるなら入ってこい。ブドリが教室に入る。木枠の模型がある。学生たち、昔というものがいかにもこういう形で、この形しかありえないというふうに感じられてくる。ゴーグルをつけた空母大博士、模型の横へ移動。模型の後ろへ移動。先ほどのどちらとも全然違う、こういう形に見えてくる。おお、どの歴史が本当の歴史かということは誰にも言うことができない。違う見方をすべて授業せよ。眠そうな学生。ねえ、この先生は何ていう方ですか？空母大博士さん、お前知らなかったのか？やっぱりこの人は空母大博士。あの図を初めて見たやつがすっかり理解するなんてでき
書き留めよう。今や夕べは遥かに来たり、講義もまた全て終わった。諸君のうちの希望者は、手出しいつもの礼によりその脳を飛ばせ者に示し、さらに数個の指紋を受けて、所属を決すべきである。学生たちの人形はペラペラの白い板、空母大博士の横に列を作る。最後尾に並ぶブドリ。合格。うわ、万歳する学生。再来。うん、体をひねり悩む学生。ハンカチで涙を拭く学生。ブドリが手帳を見せる。では問題に答えなさい。工場の一つから出る煙にはどんな種類があるか。黒、カチ、キキ、ファイ、無色、それからこれらの混合です。無色の煙は大変いい形についていたまえ。ブドリが名刺を受け取る。これが名刺というものか。おや、窓の外の煙は何だ。ゴミを焼いているのかな。ちょっと出かけてくる。飛行船が空へ登っていく。見上げるブドリ。飛行船に空母大博士が乗っている。青白い光の中、白服が木枠を動かす。三角柱を内側へ運ぶ。上から見ると六角形の中に三角形が収まったような形になる。天然ナームが木枠の内側にやってくる。白服が長い竿で操っている。ブドリが呼び鈴を鳴らす。空母大博士からの紹介で参りました、グスコー・ブドリと申します。私はこの火山局でギッチーをしている天然ナームです。さっき空母君から電話があったのでお待ちしていましたよ、グスコー・ブドリ君。空母大博士の学校はとても面白いところでした。これからはここで仕事をしながらしっかり勉強してごらんなさい。ここの仕事には重い責任があります。さあそこへおかけなさい。それがあなたのこれからの椅子です。はい。四角い椅子に腰掛ける。では失礼します。ペンデンナームが肩に手を置く。火山の癖は学問でわかることではないのです。はい。私は火山の仕事を40年間続けています。今ではイーハ道具一番の火山学者だと言ってくれる人もいます。しかしね、そんな立派なものではない。村の人からいつ噴火がありますかと尋ねられてもしどろもどろ、いまだにハキハキ答えられないのです。私は学問と経験からじっくり調べていきます。だが火山
の癖は鋭い感性の持ち主にこそわかるのです。ただわかるというものなのです。ですからブドリ君は直感をドーンドーンとぎすませてはっと感じ取っていってください。わあ、僕の仕事がここにあるのですね。今ブドリ君の名刺を吸っているところです。お茶を入れましょう。ブドリの隣に置かれたアルコールランプ、夜間でお湯を沸かす。ブドリがお茶を一口飲む。手帳を広げているブドリ。この建物にある全ての機械がイーハ東部にある300もの火山とつながっています。それらの火山が活動する様子はもちろん、目には見えない雰囲気まで数字や図形になって現れます。雰囲気まで数字や図に起こせるなんて、それなら芸術も科学も同じものなんですね。そうです。あれは何ですか？火山の噴火の予想ですよ。危険な雰囲気の高まりに従いピカピカ光ります。火山の噴火を予想できるなんて信じられません。そんな夢みたいなことがあるのでしょうか？ここはサイエンスフィクションの世界ですからね。できたらいいなと思うことでできてしまうことがあります。本当に夢みたいです。実際夢なのかもしれません。わあ、夢か。激しい変化があった時には音が鳴ります。このスピーカーからはピリリピリリと聞こえます。はい、耳を澄ませます。その場合は火山に対して何かしらのクッヘーをします。はい、クッヘーは火山の個性に合わせて行います。火山にはそれぞれ個性があります。例えばタチナ火山のように地底深くに溶岩がある山には混合石が多く含まれています。サンモトリ火山のように海に近い山では噴火を海の方に向ける手術ができるかもしれません。カルボナード火山なんかには寒酸ガスという地上に出ると化学反応を起こして大気を温めるガスが地中に入っています。私は今や火山。両手を羽のようにパタパタする。たちを自分の子供だと思っています。それぞれの個性に従い、悪いところがあればなだめて直させ、良いところがあれば背中を押してあげ見守るのです。はい、それでは明日は火山の噴火口に据え付けてある観測機の点検に出かけます。点検したりに修理したりに、この仕事には出張も多いですよ。わかりました。さあ、ブドリ君の名刺が出来上がりました。渡しましょう。震える手から受け取るブドリ。火山局技師助手グスコーブドリ。僕に社会的役割ができたんだ。ここでむせび泣いてしまおう。オーロポッポロ。ブドリ君が入局してもう2年が経ったが、2年目にしては本当によくやってくれている。どんどん仕事を覚えていくうちに頼もうし、もっと勉強がしたいのです。さて、いつものお茶の時間になった。ピリリピリリピリリピリ。機械が何かを感じているようだ。ブドリ君、三の鳥火山の数字や図形、今朝までは変化なかったね。はい、今まで三の鳥火山が働いたのは見たことがありません。突然の変化です。ああ、これはもう噴火が近い。今朝の地震が刺激したようだ。はい、あの山の北10キロのところには三部鳥の死がある。今度爆発でもおそらく山の3分の1がなくなり、熱い灰がせーと一緒にかけららがどどしどどし落ちてくるだろう。それを防ぐ方法を考えねばならん。海に向いた側へボーリングを入れ、傷口をこさえ、海側に向けて溶岩を流れ出させることができる。今すぐ2人で見に行こう。あ、火山
青白い光の中、白服たちがやってくる。山のシルエットを描いたフレームを運んできて木枠に吊り下げる。木枠を動かし、六角形を変形。上から見ると、七角形の中に三角形が収まったような形になる。山を見つめるブドリとペンネンナーム。トランシーバーで通信。うん、よろしく頼む。局からすぐにコースサクサク隊を出発させるそうだ。私は今までにこんなに危険に迫った仕事をしたことはない。あと10日のうちにできるでしょうか。きっとできる。装置には3日、サムトリ市の発電所から電線を引いてくれるのには5日かかる。はいはいはい。ではでは、サムトリの死をアーン指針させてやろう。地震もたびたびビクビクしているらしいからからね。私の方はすっかり安心してしまって、我々の方が心配だって言うんだ。だからブドリ君、我々はここで一つ茶を沸かしての入れましょう。アルコールランプの火が揺れる。なんだろう、飛行機でしょうか。ブーブーミーミーブーミーミー、飛んできたかね。坊君だ。お茶を呼ばれに来たよ、揺れるかい。まだそんなでないけれども、どうも岩がポロロロポロロロ上からラララララ落ちている、ルルルラララララしいんだ。すると手術は明日かね。ああ、お茶を飲むブドリ、ペンネンナーム、空母大博士。ブドリ君、君は森で育ちて嘘をかった。それから野原に下り、沼畑で働いた。そうしてインパートーフの死へ出てきたんだったね。そんな君に、どういったことに困っているんだね。一番つらいのは夏の寒さです。それは容易には解決できる。他には。日照りです。それはグッフーでどうにかできるかもしれん。他には。肥料のないことです。それもグッフーでどうにかできるかもしれん。そうだ、天然技師、来年は潮流発電所を作りましょう。潮の流れで電気を作れば、今回のような急ぎの火山の手術もその日のうちに行える。そして沼畑に空から肥料を降らせるということもできるようになる。雨と一緒に肥料を沼畑へ降らせるんですね。電気があれば何でもできる。日照り照りも怖くなくなくなるなるな。ブルブルと揺れる一同。地震だ。ふう、今のは三分の年の方でもかなり揺れたに違いない。今の塊が溶岩の中へ落ち落ちたらしいし、噴火する山というものはそうした固固まりまりを100も200も自分の体の中へ取り込まなくなくてはならならない概念のだ。麓の方にたくさん明かりが見える。こうした二人が到着したんじゃないかね。よし、行ってこよう、ブドリ君、ここを頼む。
本当の仕事がしたいんだ。舞台奥のペンネンガームから通信。ブドリ君だね。ペンネンガームだ。今圧力はいくらだい？200億気圧です。山の歪みは0.008です。分かった、急いで降りてきたまえ。置いてあるものは全部持ってくるように。もう今日の午後にはその小屋はなくなるんだから。はい。並んで山を見つめる二人。足元に白い花。辺りが赤く染まる。ブドリが足元を見る。なんて綺麗な百合の花なんだ。この花は百合に似ているが別の花、クラレという名の花だよ。でも百合にとても似ている。微笑むブドリ。小さな花が光を受けて輝く。青白い光の中、ブドリが花を摘み取る。ペンネンナームと顔を見合わせ、木枠の外へ去っていく。白服たちがやってきて木枠を動かす。折りたたむようにして七角形を変形。五角形の中に三角形が収まる。木枠の外側、左の方で寝そべるペンネンナーム。ポスターを読み上げてくれたまえ。ポスターに見立てた木枠。窒素肥料を降らせます。ブドリが持ってくる。周知に努めた。村の人たちはみんな準備をして待っているぞ。今夜肥料を降らせる。もうすぐ夜です。では雲の上に行ってまいります。イーハトーブ火山の頂だね。行ってきたまえ。私は下で飛行船のチェックをしている。連絡するからね。天然ナームがポスターを持って去っていく。ブドリが歩き出す。頭にゴーグルと飛行帽。上から雨のカーテンが降りてくる。舞台の一番手前にかかる。雨の向こうにブドリ。Thank you.
地では雷が鳴り出した。網があちこちちぎれ始めたような。あんまり雷を鳴らすと明日の新聞は悪口を書くだろうからもう止めよう。はい、スイッチを切ります。右から左に向かって雨に触れながら歩く。青白い光の中、白服たちが木枠を動かす。五角形を七角形のような形に変形、内側の三角形を逆三角形になるように手前へ移動。上から見るといびつな数字の6のような形。木枠の外側、左の方にペンネンラーム、手紙の山に埋もれている。10年に一度の大収穫でした。これで一家みんなで一緒に冬が過ごせます。どれも感謝の手紙だ。嬉しい限りです。今年は織田がたくさん実りました。意義のある仕事になりましたね。それでは僕は立名火山の火口にある観測機の点検に行ってまいります。行ってらっしゃい。ペンネンナームが手紙の山とともに去っていく。ブドリが木枠の前で立ち止まる。木枠の内側へ入る。おや、三角形の部屋を通り抜ける。パンはありませんか。パン屋がやってくる。フライパンだったらある。巨大なフライパン型の人形。タチナの男たちは手や足の形をした人形。お前は今年の夏天気で肥料を暮らしたブドリじゃねえか。そうだ、火山局のブドリが来たぞ。この野郎、貴様のおかげでおいらの降りたみんな食べて。タチナの男たちがブドリを殴り蹴る。ベッド脇に電球の明かり。ベッドにブドリ。ネリというご婦人が訪ねていらっしゃいました。看護師が立ち去る。顔をハンカチで覆った女性が前に出る。女性がゆっくりと手を下ろす。ワンピースを着たネリ。グスコーブドリ。わーわーわー、私はあの目の鋭い男に連れられてしばらく歩いていった。3日くらいはそうやって旅をしたんだ。男は十分なパンをくれたし、時々私と手遊びしたり、しりとりしたり。遊んでくれた。
ネリを連れ去った男がやってくる。腕の中に幼い頃のネリの人形。男は私をもてあましたんでしょう。小さな牧場のクローバーの葉っぱの上に私を置いて。男が幼いネリを置いていく。行ってしまったよ。手を振り去っていく男。仕方なく一人で泣き続けていたら、その牧場の主人が私を見つけてかわいそうに思って家に入れ、私に赤ん坊の世話をさせながらご飯を食べさせてくれたの。そしたら私だんだんと別のいろいろな仕事もできるようになった。それで4年前にその牧場の一番上の息子と結婚した。あ、ネリー、あ、グスコーブドリ、そうか、幸せなんだな、おめでとう。そして今年は肥料が降った。火山局が工夫したんだ。去年までは遠くのトウモロコシ畑や牧草地まで馬や小屋を運ぶのに難儀したんだけれども、今年は肥料が降るってポスターが貼られたから、近くのカブラ畑に馬や小屋をみんな入れた。幼いネリをブドリの足元に置く。トウモロコシ畑も牧草地も空から降ってきた肥料のおかげでとてもよくできて、父はとっても喜んだ。私だってもちろん。でもその仕事をグスコーブドリがしていたなんて思いもよらなかった。昨日新聞をめくってグスコーブドリの顔写真を見つけたの。火山局のグスコーブドリがタチナで男たちにいじめられて大怪我で入院しているっていう記事だ。大変だ。床に崩れ落ちるネリと思ったけど、そのおかげで私はグスコーブドリの居場所を知れて嬉しくもあった。夫に話したら、兄さんに会っておいでと今朝私を送り出してくれたんだ。また会える？遠くないもの。また会えるんだね。毎日お見舞いに来る。だけどまずは畑の仕事が大事だからね。分かっている。僕もまだまだやらなければならない仕事があるんだ。だから怪我を治さなくては。そんなに仕事があるの？農民のみんなを辛さから救いたいんだ。そんなことできる？僕はきっとできると思う。なぜならそれを考え始めたから。考え始めたってことはできるも同然なんだ、このサイエンスフィクションの世界においては。そう。ネリが立ち上がる。今日の新聞を見た？いや、まだだ。火山局技師助手がタチナで襲われた事件。タチナの農業技師が自分が肥料設計を間違ったのに火山局のせいにしてごまかした。そのため農民たちが勘違いしブドリさんをいじめたのだと判明。そうだったのか。こういう人もいるんだ。いるな。こういう人も救うのか。世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえないからね。僕のためなんだ。むむむ。怪我が治ったら僕はきっとネリのいる牧場を訪ねるよ。その牧場のご主人に僕からもお礼を言いたいから。スープを作って待っていよう。今やネリは何でも作れるんだ。でも蘭の花のスープではないね。ブドリが幼いネリへ話しかける。青白い光の中、木枠にかかっていたジャケットを取って走り去る。白服が木枠を動かす。三角形の部分を広げていく。七角形の中に五角形が収まったような形になる。木枠の内側にやってくるペンネンナームとブドリ。ペンネンナームの手にトランシーバー。うん、うん、
工場の2月の観測結果が出たそうだ。今年の夏の寒さは18年前と同じくらいになるらしい。18年前。太陽の調子や北の方の海の様子から判断できるそうだ。明日の新聞にその予報を載せると言っていた。僕が9歳だった頃に起こった例外と同じようなことが始まる可能性があるんです。お父さんとお母さんがいなくなってネリと僕が離れ離れになった。飢饉になるのか。日照りならふふができる。しかし寒さは何ともしようがない。そんな。手帳から顔を上げる。空母大博士。かつての同僚。テグスを飼っていた時にお世話になりました。うん、テグス工場で一緒に働いたな。ともにウトッチョの親父に使われてな。そうだ、俺が親父から聞いていたことでウドリに伝えた方がいいんじゃないかと思うことが一つある。何でしょうか。ウドリのお父さんとお母さんは飢饉の時に家を出てそれっきりだったな。テグス工場で働いていた頃のことだ。テグス工場の親父が森の中でウドリのお父さんとお母さんの冷たくなった体を見つけたらしい。そっと土をかけ一本の白樺の枝を立てたようだ。ウドリには知らせるなよと親父から言われた。その時のウドリはまだ子供だったから俺も教えることじゃねえなと判断したわけよ。今となっては知らせてやらなくちゃな。白樺の枝、ありがとうございます。じゃあ俺は行くぜ。さようなら。うまくやれよ。さようなら。ネリにも教えないと。ネリが赤ちゃんを抱いている。ネリが赤ちゃんを産んだなんて信じられないな。もう1歳だよ。ネリはすっかりお母さんの顔になった。僕の妹ではなくなった。いつまでも妹だ。僕は仕事が楽しくて仕方がない。ネリはこのところの私がするのは子育てが主だけど、牧場の仕事も好き。
白樺の枝を指さす。そうだ、堀のグスコウナドリと麦育てのサリ、ここに眠る。本当にお墓なんだ。ポロポロポロ。ああ、大循環の風と一緒に自分が宇宙の塵になってしまうのはいいことだ。青空のゴミになるんだ。ゴミ？何を言ってるのさ。さ、手を合わせよう。一緒にやろうね。赤ちゃんへ声をかける。お父さん、お母さん、僕は。枝へ手を合わせる。はっとして顔を上げる。ネリがブドリの背中へ腕を回す。抱き合う兄弟。アルコールランプの火が揺れる。アルコールランプを囲んでお茶を飲む。僕も思いついたんです。飢饉を避ける方法。カルボナード火山が噴火すればこの気候を変える。ガスを含んじゃないでしょうか。それを私も考えたんだ。炭酸ガスには炭酸ガスと違って火山灰を抑える作用がある。だから太陽光を灰で遮ることがない。あれが噴火すればガスはすぐ大循環の上層の風に混じってイハトープをすっぽり包み気温を5度ぐらい上昇させるだろう。炭酸ガスを意図的に出すことができれば夏の寒さも防げるのか。今すぐカルボナード火山を噴火させられないでしょうか。カルボナード火山を人工的に噴火させる、うん、理論上は可能だ。しかし実行するには誰か一人が犠牲にならなければならない。カルボナード火山には遠隔操作スイッチを取り付けられないのだ。どんなに科学が進歩しても現場できっきっちり計算を仕上げるのが科学者というものだ。その場で微調整を済ませスイッチを入れる。それを行う最後の一人は噴火の前には逃げられない。すなわち人道的に考える人からしたら無理であることが明白。非常の空論なり。ただペンネン技師に話してみたくてね。ペンネン技師、どうか僕にその最後の一人の仕事をやらせてもらえませんか。こっそりとやります。他のどなたにも迷惑をかけません。それはいかん。先生からもペンネン技師を説得してください。いや、やめておいた方がいいんじゃないか。君がいなくなると今の君の仕事の代わりをできる者がいないから。未来は明るいです。僕よりも何でもできる人が、僕よりももっと立派にもっと美しく仕事をしたり笑ったりしていきます。学問の話ならともかくそういった話は私には難しすぎる。僕にこっそりやらせてください。そしてこのことはみんなには言わないでください。わからないな。ブドリ君、君は若い。あとはペンネン技師と2人で話し合ってくれ。私はそろそろ帰ろう。空母大博士の飛行船が飛んでいく。ブドリ君の考えは分かった。しかし今年63になる私が最後に一人で作業をする。この仕事一筋できた私だ。火山の仕事で死ぬのは本望だ。ペンネン技師は火山の手術にどうしても必要な方だ。
弁念ナームが肩を落とす。タチナの男。うつむくブドリ。どうしよう。この人たちは雑用をこなすことで自分たちの罪が消えると考えているのかもしれない。よし、頼もう。しかし、いよいよとなったらさっと帰るんだよ。最後の仕事は僕一人で十分なんだ。それから僕が残ったことは他の誰にも言わないように。はい。前を見据える。青白い光の中、タチナの男たちと共にブドリが巨悪を動かす。五角形を広げ、大きな一つの円に変形。木枠の内側に一人残ったブドリ。ジャケットの胸ポケットから手帳を取り出す。鉛筆で何かを書き留めていく。手を止め、鉛筆をページとページの間に置く。手帳を開いた状態で頭上に掲げる。ゆっくりと閉じる。胸ポケットにしまい込む。周囲を見渡しながら歩く。木枠の一番端に手をかける。木枠を押していき、折りたたんでいく。四つの木枠でひし形を一つ作る。出来上がったひし形を慎重に押していく。
重なった木枠同士をしっかりと隙間なく合わせる。ふと振り向く。タチナの男が遠くからブドリを見ている。互いに見合い頭を下げる。ブドリは木枠の方へ振り返る。木枠に手をかけゆっくりと押していく。あちこちに目を配りつつ木枠を動かす。真剣な眼差し。一歩ずつ足を踏み出す。ひし形で残りの木枠を巻き取るようにして折りたたんでいく。半分を畳み終えるブドリ。手を休めずに木枠を動かす。残りの木枠が徐々に減っていく。すべてを畳み終わり、ひし形の箱が完成する。最初と同じ箱の形。ブドリが胸ポケットから手帳を取り出す。頭上に掲げ、箱の中央へ歩いていく。光に照らされるブドリ。中央で立ち止まる。
山が真っ赤に染まる。火山灰が赤くきらめきながら舞い落ちる。青白く光る山の頂。暗天。アルコールランプの火が揺れる。ネリが呼び鈴を鳴らす。ネリが箱の内側へ入る。中央に置かれたブドリの手帳を手に取る。開いて中を見る。箱の外側、舞台前方にペンネンナームがいる。こんにちは、ペンネンナームさん。いや、ネリさんですね。電話をありがとうございました。お待ちしていましたよ。お茶を入れましょう。ペンネンナームのそばでアルコールランプの火が揺れる。ランプの横にはブドリの四角い椅子。ネリが歩み寄る。ああ、広場に子供がたくさん。何して遊んでいるんだろう。かくれんぼのようなものかな。子供たちが散らばっていく。あの男の子は木の切れっ端に何やら文字を一生懸命に書いている。どうぞ。ありがとうございます。今年、オリザの収穫は例年並みだそうです。野菜畑もいつも通りの作柄のようです。もしも、グスコーブドリがカルボナード火山であの最後の仕事をしなかったら、私たちが小さかった時に味わったものをあの子たちにも味わわせるところだったのですよね。繰り返したくない、とブドリが言っていました。あの子たちはこの冬をお父さんとお母さんと一緒に明るい焚き木いっぱいの家で温かい食べ物をむしゃむしゃ頬張って過ごすでしょう。そうなんですね。手帳のページをめくる。しかしどう受け取ったらよいのでしょうね。ブドリのしたことを。ええ、ブドリ君のやったことはほとんどの人が知りません。人に認められたいという欲求がブドリ君になかったからでしょうな。でも何かの弾みでブドリ君の行為を知ってしまった人はいる。知ったら各々の道筋でそれがどういう行動だったか考えざるを得ません。ネリさんは。私はどう思っているんだろう。私としては正直残念ですよ。あの男の子は文字が好きなんだ。書き続けている。その隣にくっついている女の子は妹だろうか。鳥の真似をしている。ポッポー。よくある光景です。あそこにグスコーブドリが、その隣にはネリがいるんだ。人間を一人一人分けて考えるなんて馬鹿らしいことだったな。みんな地続きの大きい塊だったんだ。あの子はグスコーブドリに似ていますが別の子、ノルデという名の子ですよ。ネリが手帳の表紙を撫でる。
手帳を開いた状態で頭上に掲げる。ゆっくりと閉じる。手帳をブドリの椅子の上に置き、ページを開く。左のページに小さな字でびっしりと何かが書かれている。右のページには大きな字で、の電気とある。暗がりでアルコールランプの光が揺らめく。暗転、照明がつく。白服がハットのベールをめくり、俳優の顔があらわに、人形に印刷された顔と同じ顔、練り人形、天然ナーム人形と共にお辞儀する2人。去っていく。演奏隊に照明が当たる。舞台をバックにクレジットが流れる。演出宮城智、作宮沢賢治、脚本山崎直子ら、ドラマトゥルク西川康典、音楽田中和弘、出演グスコーブドリミカリ、グスコーナドリ天然ナーム阿部和則、隣の席の学生タチナの男に池田真紀子、目の鋭い男タチナの男一大内米二、サリ、ハンヤ、木内琴子、赤ひげ、タチナの男さん、大道部門優者、ネリ、本田真希、おじいさん、看護師、森山冬子、同僚、山本美雪、テグス工場主、吉上総一郎、空母大博士、渡辺貴彦、支援、平成26年度文化庁劇場音楽堂等活性化事業、講演、静岡県教育委員会、静岡市、静岡市教育委員会、富士の国芸術祭共催事業、白服の俳優たちが前に出てきて横一列に並ぶ。グスコーブドリ役のミカリが中央に立ち、端から順にお辞儀する。去っていく。制作、スパック、静岡県舞台芸術センター、音声ガイド、台本、田島セリヌ、ナレーション、西本隆。制作、一般社団法人 EPAD、バリアフリー企画制作、シアターフォーオール、株式会社プリコグ、音声ガイド、NPO 法人ココズット、文化庁文化芸術振興費補助金、独立行政法人日本芸術文化振興会。